うん、そばが一番うまい。おそば食べてる中すいません、はい、今回は佐藤健アワーということで、健さんのいろんな最優秀賞を決めていただきたいと思います。はい、そばです。一旦今はそうですよね、はい、食べ物界で一番うまいです。1つ目からいこうと思います。何でしょう。毎年聞いていますが、まずはこちら、漫画大賞。おお。注目して読んでるというか期待してる作品はダイヤモンドの鉱材っていう天才にしかわからない悩みみたいなものに焦点を描いた作品なんですけど、前は前はめっちゃ好き、うわ超嫌い、めっちゃ好きみたいな揺さぶってくんだよ。主人公のまだ小学生の男の子なんだけど、全スポーツ本当何やらしても初日から天才みたいな。そうすると彼はどうなっちゃうかっていうと、わざとできないふりしたりする。俺ができるとみんなが楽しくないからみたいなことで、そういう人が初めて野球ってものに出会って、なんか手加減しなくていいんだみたいな風に初めて思えたのが野球でっていうようなところから始まるストーリーだからか、相手があまりにも打てないから、いや自分がピッチャーであまりにも打てなくて相手がかわいそうだからわざと打たせてあげようかとか言い出すわけ。バッテリー組んでるチームメイトはてめえふざけんなって怒るし、俺も読者としててめえふざけんなって思いながら読んで、お前なめんなよスポーツをと思って、ふざけんなマジでお前もうないわ俺もう読むのやめるって思うんだけど、バッテリーの人に怒られて、あ、わかったごめんごめんちゃんと投げるからっつってちゃんと投げたら無双するわけ。次の輪で、次の輪はもう最高なんだよ。好き君好き期待している作品ですね。だけど、はい、本当に好きなのはあります。お、それをぜひ教えてください。知りたいですか。はい、ぜひ。そこまで来て正反対の君と僕っていう、めっちゃ好き。キャラがいい、キャラが見てて気持ちいいというか、なんかもう好きって感じ。好き。よくなんかラブストーリーってみんなよく言うのはくっついたら終わりじゃんみたいな、俺はそれをいつも聞いて、分かってないなって思いながら聞くんだけど、例えばこの正反対って君と僕はもう1話で告白するのよ、付き合ってんのよ、でもずっと面白いよ。本当はラブストーリーってのはくっついた後が面白いっていうのを納得させてくれる作品というか、逆にもうテンポ感がめっちゃいいから1話の段階から俺はもう面白いと思って見てた。たけるさんもこれ2世リーズは関係なく人生でなんか衝撃受けた一冊みたいなのあったりします？俺小学校の時に、はい、父親がサンデーとマガジンを買ってきてたんですよ。逆にジャンプは父親買ってこなかったからジャンプの作品に触れることがなくて、でもある日いとこの兄ちゃんがそのジャンプの世紀末リーダー伝たけしっていう単行本で読んでた、でそれ読んでハマって、そこから初めてその単行本を自分のお小遣いで買うみたいなことを始めた。それが生まれて初めてがその世紀末リーダー伝たけし。意外な。めっちゃ面白くて、全巻自分のお小遣いで買って、その次に自分のお小遣いで買い出したのがワンピース。そうなんすね。そういう意味で言うと、だから小学校の時に集めてたたけしとワンピースはすごく残ってる記憶に、自分のお金で買ったってのもあって、ナミの話の時にアーロンにこんな上手にあの女を使えるかって言われた後のルフィのキレた時の顔とか書いてた。好きすぎて書いてた机に。あと友達の背中にゴムゴムのバズーカしてた。
A の YouTube、たくさん上げてきたんですけど、YouTube には視聴回数が多い場所が分かるようになっているんですね。そうなの？はい。面白い。それ A が一番リプレイ回数多いとこはどこだったんだっていうところを、それは興味深いね。はい、それは知りたい。抜き出しました。はい、たけるさんの中で気になるワード気になる回があれば。じゃあまず、はい、襟足はなければない方がいい。そこをピンポイントでリプレイしてるってこと。そうです。ちょっと一回見てみますね。気づいたんですけど、男性も女性も冬はタートルが一番、何でも一番探りたくなる。探るね。あの男性は襟足はなければないほどいい。ここです。ここを見て巻き戻して見てる人がいるってこと。そうです。この襟足の寄りってことか。それならまだちょっと意味わかる。はい、これね。はい、何なの。そうですか。はい、もうちょっとメイクしておけばよかった。岩本さん、あ、岩本さん元気かな。パルコの。そうです、パルコの岩本さん。店員さんに来てもらって、いい感じのコーディネートとか教えてもらえばよくない。確かに。これください。ありがとうございます。え、写真ちょっとリアルな。ちょっとしっかりメイクしたいと思います。いやね、マジです。ここが一番リプレイ回数が多かった。ここもリプレイ回数。もう岩本さんが好きじゃん。じゃあそれなら俺じゃなくて岩本ちゃんが見たいじゃん。神木の誕生日、神木の誕生日に電話したってこと。そうです。あ、これ覚えてる覚えてる。できました。白 T ができました。知ってる。神木の誕生日、神木の誕生日に電話したら、神木とタイガと須田の3人でご飯食べてたやつ。そうです。そんなことある？そんな偶然。まあ忙しいだろうよ、そりゃね。これは巻き戻すの意味わかりますよ、全然。そうですね。テンション低っ。テンション低いんじゃなくて、多分割と静かな店のカウンターにいたから、静かな声でしか出れないって言うんですよ。今ですね、須田正樹と中野太賀と。はいはい、ありましたね、ありましたね、仲良し。あ、くかい。今回はですね、はい、視聴者の皆さんに質問を募集いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。たけるさんに一問一答形式で、はい、読んでいただいて答えていただくっていう。ありがとうございます。誕生日にもらったレースのパンツは試着しましたか？好きですか？あ、もらったパンツ。はい、あ、ね、もらったパンツね。パンツの行方を皆さん何回も聞いてくれると。開いてません。まだあの箱に入ってます。ありがとうございます。歯に青のりがついてたら。前回100の質問をさせていただいたんで、はい、もう100問ご用意させていただきました。彼女の歯に青のりがついてたらどうしますか？でも彼女の歯に変な音楽が流れてる。チューします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 。どういうこと？青のりついてるだからチューする。わかんない。みんな思ってたと思うんですけど。え、何？この中から俺は何をしたらいいの？選べばいいの？たけるさんの中で一番印象的なシーンは？岩本さん。今年もたけるさんいろいろな場所に行ったのかなと思うんですけど、はい、印象的だったトラベル部門、良かったなここみたいなところだったら、まあ、今年行ったのは台湾、上海、LA。 LA なんか行ったの？いや、知らないですけど。何しに行ったんだっけ？え、やば、覚えてない。何しに行ったんだっけ？何したか。あー、思い出してきた。はいはいはい、思い出してきた。あんま特に印象にないんだ。いや、でもすごいいろんな人にいろいろ会ってきたんだ。
それこそなんかトム・クルーズさんのエージェントみたいなのずっとやってる、おじさま、おばさまとかと会ってきた。すごい。そうね。特に行ってよかったスポットみたいなのがあれば。そんな難しいこと言ってますか？あさってから韓国行ってくるわ。あ、マジっすか？韓国です。今年一番のトラベルは韓国です。それが1位ということでよろしいですか？1位です。一旦ここでアワードからブレイクタイムとして、あまり写真を撮るイメージがないんですけど、おお、その通りです。どんなカメラロールがあるのかな、写真がどういうのがあるのかな。写真は撮らないんですが、はい、スクショしたりはしますよ。友達から送られてきたり、そういうもので埋め尽くされてる。自分が撮った写真はね、本当に少ないよ。ぜひ見せていただきたいな。無理です。え、それはプライベートなんで。プライベート写真みたいなものはね、本当にないぞ。エプロンタカピンが出てきました。見せていいのか俺は知らないけど、エプロンタカピンは出てきました。カレーを作ってもらった時の、おエプロンが可愛かったので、この普段全く写真を撮らない私もさすがに写真を撮りました。あと、まあ、たまにこう美味しそうな、はい、上海に行った時の北京ダックとか、意外とそういう、まあ、たまに撮る。それはなんで撮ったんですか、そんなたまにの。場の空気に流されてみんなが撮ってるから。意外ですね。撮りましたね。あとはですね、あ、飛行機の中で機内食でハーゲンダッツが出てきた時。なんかあんまりその写真撮っても出す場所がなかったりします。そう、っていうかその写真を撮ることがないだろうなと思ってインスタとかはやんなかったりしてますね。逆にインスタ始めたら写真撮るようになりませんか？あ、その逆の考え方ね、はい、大変じゃない、その大変だとは。そう、大変じゃん、はい、やっぱ向いてないと思うんだよね、あれ。あと、まあ家族から送られてきたプチロです。収まってるプチロです。なんか集合写真みたいなところ撮ったりしないですか？そのあるある。これはまさに今 見つけたけど、おビッシュ解散ライブの時の、ビッシュさんと初めましてと、あとノブと芸人さんたちと、あとまあキノコが大きかったから撮ったり。キノコが大きい、キノコ大きいと思って撮ったり。あとはね、はい、この前人生初めて入院したんですよ、副鼻腔炎の、はい、人生初の病院食。おお、美味しかった。どうでした入院生活は？入院生活快適でしたよ、めちゃくちゃ。さすがにでもお仕事はストップしてって感じですか？まあ術後は何もできなかった。さすがにこのここら辺までガーゼでパンパンなんですよ。鼻の中にガーゼすげえ詰まってて、はい、鼻呼吸が全くできなくて口呼吸だけなのがこんなにきついんだって感じ。あとは毎日家でのご飯の時の風景、これ。あ、これが言っていた。そう、目の前に iPad 置いて千鳥を見ながら食べて、あたかもみんなでご飯食べてるみたいな感覚で、一緒にいるみたいな感覚で食べてる。武田さんの前呼んだら来てくれるんじゃないですか？いやいや、ご飯行こうぜって言えば。あのね、そこまではしたくない。あ、そうなんですね。でも寂しいから千鳥と一緒に食べてるみたいな風にしてる。今年の大ニュースはじゃあでもやっぱ入院。入院かな、俺の中では。全身麻酔だからね。おー、そんな。ドキドキしたけども、でもマジで分かんなかった。あっという間に終わった。気づいたらもう終わってた。でアクション飛ばしてると怪我とかって今までなかったの？私大きい、本当に大怪我したことなくて。でもね、気をつけて。すごい、やっぱ危機回避能力ってあると思いますよ。なんかよく転ぶ人って大体やっぱ下見ないで歩いてるもんね。下には段差とかがないと勝手に自分で決めつけて歩いてるから下見ないで済むわけじゃない。だから私はこうありとあらゆる本当に可能性をこう広げるわけですよ、考えを巡らせるから。刀をこうやってやって、こうやって武士が寝てるじゃん、はい、でも人の気配感じたらすぐ起きるじゃん、はい、あれと一緒。あの感じ、武士だったんです。そうそうそう。
張り巡らせてこれは誤解を恐れずに言うと、はい、ドラマとか映画が別に好きじゃないんだと、はい、めっちゃ面白い作品はめっちゃ面白いんだけど、はい、そうじゃない作品は見てらんないんだよ。ギーってなっちゃう。めちゃくちゃ意外な答えすぎて。そう。でもこれは俺はいいことだと思ってて、はい、全然別に好きじゃないよって人たちにも見てもらえるようなものを作りたいなみたいな思考になっていくんだよね。だからワンピースとか好きなの、はい、半沢直樹とかは好きなのよ。へえ。面白い。それこそストレンジャーシングスもそうだし、はい、イテオンクラスもそうだし、あと俺の感覚だと、はい、みんな例えば2時間の映画があったとしたら、はい、ラスト20分が面白かったら面白いって言うと思う。みんなそれを言ってるなって思う。俺の感覚だと面白いところに行くまでに耐えられない。確かにそのラストまでたどり着いたらそこは面白く見えるんだけど、だからそういう意味で前言ったトップガン、はい、史上初の2時間ずっと面白いRRR とかインド映画でコメントした史上初の3時間ずっと面白いっていう映画がここ近年なんか出てきてるわけ。そういうのが大好き。なんか美容室とかでもシャンプーとかしてくれてる時あるじゃん、はい、あの時いいってなるの暇で、耐えられない。だから俺はいつもシャンプー台に行く前にまだ解けてない謎を探してシャンプーしながらずっとその謎を解こうと思考してるわけ。思考する材料がないと暇で耐えられないの。ベストアワードとしてはトップガンっていうことでよろしいでしょうか。トップガンって今年去年の。でもそれで言うと、はい、ミッションインポッシブルの最新作はちょっとやばかったっすトム様の大ファンです昔から好きだったけど、はい、ちょっとトップガンあたりから本当に心から尊敬している。今回のミッションインポッシブルも最高でした。面白いところの面白さがやばい。ぜひ見てください。では続いて音楽部門。やっぱ J-POP が多いですか最近だと。両方聞く、まあ、そうね、両方聞く。日本だと、まあ、バウンディとか、おアドさんとかは、まあ、米津さんとかは流行ってる曲はやっぱ聴きますよ。ライブに行くほどこうハマった音楽とかがあれば。あるけど言いたくないな。えバラしたくないなまだ知る人ぞ知るみたいなアーティストの方いるじゃないですか。そういう人とはいつか一緒に仕事したいなみたいな。だからまだ言いたくないそれ来年には分かりますか。分かんない。来年も分かんないんだ。秘密っていうことにしても秘密毎年これも聞いてですけど、今年行った一番印象に残っている謎解きの場所。マニアックすぎて分かんないよみんな絶対。まあでもせっかくだったら今からでもできるやつを言いたいところなんだけど、家のパソコンでできるやつで大迷宮パズルキャッスルからの脱出、これ面白かった。でそれは謎の質が良かったみたいな。両方かな。パズルも楽しかったし、なんか友達とわちゃわちゃしながらやる感じも楽しいし、まあ、やっぱ家でできるっていうのがいいな。え、難易度的には結構初心者でもできる。できると思う。うーん、まあ、最後とかはむずいかもしれない、もしかしたら。でも別に時間制限とかもないからゆっくりやったらいいんじゃないですか。ありがとうございます。続いて A 部門です、うん、今年もたくさん写真を撮ってきたと思うんですが。めっちゃたくさん撮ったね。はい、今までの写真とかも全部合わせて、うん、A のベストショットを決めようじゃないかと思います。なるほど、はい、うん、思い入れとかもあればぜひ。ああ、なるほどねはい、それ本気であると思ってくれてあるといいなと思って。あるといいな。いや懐かしいね。
ちゃいいもん。カレンダーが発売。そうなんですよ。今年っていうか、まあ来年か、来年のカレンダーはこの今まで撮った A の写真を使ったカレンダーが出ました。俺が好きなのはここら辺かな、ざっと見た限り。結構年代もバラバラの初期のもの。確かに。ここから最優秀は決めれそうですか？決めてよ。全部にします。決めてよ。ああ、なるほど、確かに決めていただくもあり、うん、決めてほしい。ちなみになんか何がいいとかあります？これは、はい、光がいい。これはこの服が可愛い。これはコーディネートが好き。これは可愛い。これはタートルネックっていうのは A の象徴だと思うから、そのそれを表した写真。これはこのコーディネートが好き。じゃあまあこれを視聴者の皆さんにコメントとかで決めてもらってください。わかりました。はい、ありがとうございます。じゃあこれでベストアワードは以上となります。です。2023年これで A の動画は以上となります。あっという間ですね、1年は。そうですね、お世話になりました。なんか2024年こんなのを目指すみたいなのあったりしますか？いや、だから私はまあずっと言ってますけど、自分が着たいものを作るのです。もう本当にそれに尽きるんで、プライベートもそうだし、新しい役でこのキャラこういう服着てそうだなとか、このキャラこういう着てたらいいのになっていう時に、そういう服があるとは限らないじゃないですか。だったらもう作ろうってことなんで、今後は自分で作った服を着て芝居したり役を演じたりとかすることもあると思うんで、引き続き自分が欲しい洋服を作り続けたいっす。来年もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今年もお世話になりました。良いお年を。うっす。